こんにちは。看板商品発見アドバイザーの塩さんでございます。よろしくお願いします。はい、今回のテーマは、ついでの気持ちで始めないということであります。でこのついでの気持ちというところに、僕自身が感じたのが、あるお客様のテイクアウトについてのこの取り組みのお手伝いをさせていただいているときに、このミーティングの中で店長さんからやっぱりこう商品を作ったと、だけどこうその商品に対してこう気持ちをすごく感じられなかった、で予約が入ると作りますということをおっしゃってきてですね、でもそれだとおそらく多分売れないですよということをその時はお伝えしました。なぜかというと、やはりこのテイクアウトということをやっぱりやっていくということは、実は一つの事業を始めていくというぐらいの気持ちでないと、やはりお客様に届かないというところがあります。でこのついでの気持ちでやっていると、どうしても食材に対しても盛り付けに対しても値段に対してもやっぱりこだわりというものが薄れてしまって、売れたらいいなという気持ちのままで、どちらかというと受け身的な要素というところで活動してしまいがちになってしまうというところがあります。でこのやっぱり気持ちであると、やっぱりせっかくやるということがどうしてもお客様に伝わっていかない、で何としてもこれ食べてもらうよっていうぐらいの気持ちでやっていかないとお客様に伝わっていかないというところがあるし、どうしたら売れるのかということを真剣に考えるということもできないまま終えてしまうというところになってしまいます。だからこそこのテイクアウトというのはいろんなところが今やってます。飲食店本当にこれやらないとダメになってしまうっていうぐらいに皆さん危機感を感じてやってます。だけど周りがやっているからこそ、大事なことはじゃあ私たちもついでにやろうではなくて、やっぱりもうこれで次生計立てるよというぐらいの覚悟を持って臨んでいかないとうまくいかないというふうに僕の中で今感じております。でこのことをですね、まずは知っていただく、でそれによって実はこの弁当であったりお惣菜であったりというこのテイクアウトというものの実は魂が入って、そしてそこに実は本当にやるべきことっていうのが見えてくる、その結果として売れていくものに変わっていくというふうに捉えております。なのでまずはついでで始めるのではなくて、とにかく覚悟を持って一つのこのテイクアウトとしての事業を確立する、その気持ちでぜひスタートしてみてはいかがでしょうか。この今日のですね、この内容というところのまとめについては、コメント欄のところにもまとめて書いておりますので、ぜひコメント欄もこの後ご覧ください。はい、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。これからこのテイクアウトどうやって進めていくのかというところの講座をさせていただきます。皆さんの中でもどうしたらいいのかわからないことたくさんあると思います。で、こういう時ってどうしたらいいの、こんな時どうしようっていうところがありましたら、どんどんこのコメント欄のところにご質問を入れていただければ、そこに対しての答えというところを今後ブログの動画の中で入れさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それと最後に一つ案内があります。現在、私も飲食店を応援するために飲食店応援ブログを毎日更新しております。こちらのブログもぜひご覧いただいて、何か皆さんのお店でできることまだないかなというところのヒントにつながっていければと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。